かなければならないと思っています。でも担当候補は本当に優しい方で、地域に寄り添って皆さんのことをしっかりと見ていてくださっています。そういった問題や今人口減少世界の問題で、国は子育て支援を思いっきり打ち出しています。でも30年前も人口減少対策の問題に子育て支援を一番に打ち出しているんです。でもこの30年間人口減少解消されたんでしょうか。解消されてないからもう一回やって、もう一回子育て支援を打ち出しているんです。なんでこういうことするんでしょう。なんで検証しないんでしょうか。もっともっと必要なこと、人口減少対策は若い世代に希望を持たせることが必要だと私は思っています。所得の問題、人口減少問題大変失礼いたしました。人口減少問題の対応策にある一番必要なこと、福祉、そして子育て支援、地域にある皆様の声をしっかりと受け止めるキャスト政権と私一緒になってプラス39の公約を一緒になってやらせていただきたいんです。一番地域に密着した政策を持っているキャスト拓也候補と一緒に県政で働かせてください。どうか私の気持ちを受け止めまして、県政で働かせていただけますように、なんとか戸塚美穂、戸塚美穂をよろしくお願いを申し上げます。キャスト候補と働かせてください。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。ただいま皆様にお願いを申し上げましたのは、岩手県議会議員候補者戸塚美穂でございました。ご清聴賜りまして誠にありがとうございます。はい、それではここからキャスト陣営にマイクを渡させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。戸塚美穂県議会議員候補のご検討を本当に申し上げます。ありがとうございます。はい、担当拓也、戸塚美穂県議候補の演説に、途中からではありますけれども間に合いまして、今県議選と知事選が同時に進行しております。知事には発想拓也、県議会議員には戸塚美穂と改めまして私達夫拓也からもよろしくお願いをいたします。はい、泉美穂さんという強力な A 軍がやってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは泉美穂で明石市長より申し上げます。お願いいたします。皆さんこんにちは。すいません、関西弁ですんませんな。兵庫県の明石からこちら岩手の方に駆けつけました。なんで来たんか。タストさんが心配でこんなえいついませんよ。実は私ね、20年前国会議員の時、初めて当選した時、委員会館の隣の部屋がタスト知事やったんです。その時からのご縁、年齢も近くて、タスト知事は国会議員4期もやり、知事4期やってますけど、まだ50代。
こんな実績と経験もあってまだまだこれからの知事なんてなかなかいませんよ。この知事を今回これまでと違って激戦、そう聞いてタースト知事を失ったらあかん。タースト知事のために来たん違う。タースト知事はこれからの人や。タースト知事に頑張ってもらうのはここ岩手の県民だけのためやない。関西の明石市長をやってきた私にとってもこの国の将来にとってもタースト知事はまだまだ頑張ってもらわなきゃいけない人、そういった思いで今日この場に駆けつけてきました。ただね、私口悪いからどうしても東北のこの地だとどう思われるかわからんけど、もっと実績言うたらええと思って仕方がない。まあ、若干謙虚というか遠慮がしというか、私から言えばですね、47都道府県いる中でもピカイチの知事ですよ。ある意味この岩手の地においてちゃんと政策打ってきてる、先見の明もある。この4月からは例えば子どもの医療費18歳までの無償化踏み切った。8月から保育料、そして医療費、こんなん全国トップレベルですよ。すごいこと。それを市町村と連携して県全部で一気にやった、大した手腕ですよ。ちゃんと県民の生活考えて市町村とちゃんと信頼関係作ってちゃんと形に変えていってる。これもタースト知事ならではなんです。ここにいるとピンと来ないかもしれん。でも関西の力、いろんな知事見てると改めてようわかる。この岩手県の知事のタースト知事は47都道府県知事の中でもピカイチの知事。見てるんだ、国の官僚やない、県民の顔見てる、県民の生活気にしてる。だからこの岩手県、県民所得にしたって全国平均を上回るような所得向上になってきている。県内に対する企業誘致も予想値を上回る500を超えてきた。ちゃんとやってるんですよ。岩手の県民の生活を守り、そして医療体制についても医大の医者の定員も拡大を図った。今の時代に医学部の定員増やすって とても大変なこと。それをちゃんとタースト知事は関係者に掛け合って岩手県民の命と健康のためにコロナの経験も踏まえてちゃんと先手打って医者を作れるような体制作ってる。私から言えばタースト知事は先を見る力がある人です。県民の方を向いてこれからの岩手のために着実に手を打ってきている。ただ花が咲いて実がなったかというとこれからや。確かに4期16年やってきたけど大きな震災もあった、コロナもあった、ある意味それに対して対応するので精一杯のところもあった。それでもやってきた。そのタースト知事がやってきたことはこれからやっと花が開いて実がなるんです。今ここでプチッと途絶えさせたらあかん。タースト知事ともう一人立候補する方は悪口は言わんけど、私から言えばタースト知事はちゃんと岩手の県民の顔を見て政治やってきた。これからもそうや。そしてこれからをちゃんと作るべく手も打ってきている。このタースト知事を失うことは岩手県民だけの不幸やない。私たち日本全体にとったってそんなことがあってはいかん。そういった強い思いを持って今日関西の明石の地から今この場に来て皆さんに訴えをしている。ただ選挙というのは甘くない。私の12年前市長になった時の選挙なんて人口30万の明石市で票数はたったの69票差やった。 0.01% の誤差で私は市長になった。ある意味選挙というのは一票一票一人一人を積み重ね。今ここで話聞いてる方は間違いなく田野知事の応援やと思うけど、それだけでは足らん。選挙は熱伝導、熱をどんどん広げていく。田野知事がやってきた実績、ちゃんと岩手県民の生活守ってきた、命と健康を守るべく医学部の定員を増やした、未来を考えて医療費18歳まで無料、保育料2人目以降無料、岩手県全部でやった実績あるんや。ちゃんと胸張ってみんな言うてください。
田厚と知事はちゃんと仕事してきてる、実績もある。それでいてまだ50代や。これからの岩手にとって必要な方、これからの日本にとっても必要な方、私から改めて皆さんにお願いしたい。絶対田厚と知事共に守りきってください。岩手のために、そして私を含む日本国民みんなのために共に戦いましょう。私も最後まで頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。伊豆三田穂前明石市長より熱い熱い岩手頑張れ、勝田拓也頑張れとのお声をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、岩手県知事候補佐藤拓也より申し上げます。はい、こちらショッピングセンター前お集まりの皆様、そして矢幅町の皆様、辰戸拓也でございます。ありがとうございます。戸塚美穂さんの演説に続きまして、泉久夫さんから大変パワフルなパワフルなパワフルな演説をいただきまして、私もエンパワーをしていただきました。ありがとうございます。もう本当にこの選挙、今日が終わればあと4日間、もう一日一日一人でも多くの県民の皆さんのご支持ご支援をいただき、投票していただいて、辰戸拓也、戸塚美穂さんともとも勝利することができるよう、改めてよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今回の選挙戦第一声から始まりまして、岩手県内をこう何巡もしておりますけれども、泉久夫さんが紹介してくださったようなこの岩手の重要政策、特に全国最高水準の子ども子育て支援、第2子以降の保育料の無償化や在宅育児支援金の給付、そして子どもの医療費、これを無償化したり助成金出したりする際に、この窓口でいわゆる現物給付を高校生まで拡大する、これを岩手全体オール岩手でやっていくということで、ありがとうございます。県という単位でこういうふうにしようとしているところは全国でまだほとんど例がございませんので、全国最高水準の子ども子育て支援というふうに言っております。これを演説して歩いておりますと、この聴衆の皆さんの中から、はい、私その保育料が4月からこの無料になって本当に助かってますというような言葉いただきますし、ありがとうございます。子供がこの間病気でお医者さんにかかったけれども、このお金今まで出してたくらいを出さなくていいようになったというような生の声を聞いております。物価高騰問題、燃料費や物価の高騰問題はこのじわじわ私たち岩手県民の暮らしにもこう及んでいるわけでありまして、このいくら出さなきゃならない、それを出さなくて良くなるということが非常にこう大事なことなんだなというのをこう改めて感じました。やはり選挙はいいものでありまして、有権者の皆さんとこう直接触れ合う機会がこうこの17日間は非常に多く、大変やりがいがありますし、またこの手応えもあるなというふうに思っております。どうかこれを周りにどんどん皆さんも広げていただいていただきたいと思います。全国最高水準の子ども子育て支援、それに加えましてこの交流人口の拡大、ニューヨークタイムズの記事のおかげで、全国や海外から盛岡に来る人が、着実にこう増えているところでありますが、その人たちに岩手の他のところも回っていただかなければなりません。ここ矢幅町も大変魅力的な歴史文化があり、そしてお祭りもあり、また農産物のこの美味しさ、全国や海外からどんどん来ていただける場所であります。また矢幅町は比較的人口の多い町でありますので、矢幅町さん的には盛岡市や紫波町などと一緒になって、この西我がの山の方とかですね、葛巻町、これも山の方でありますが、そういう人口の少ないところに人がどんどん行くお手伝いも矢幅町の皆さんにはしていただきたいと思います。やはり人口の少ない町村を見捨てるようではいけません。
人口の少ない町村や旧町村にこう人が行かなくなりますと、その途中も通らなくなるわけでありまして、この盛岡広域部分もこう人があまり来なくなってしまう、このどんどん廃れてしまうことになりますので、人口減少対策、交流人口を増やしていくのは、やはりこの人口の少ない町村にどんどん人が行くようにするということで、していかなければなりません。そのような東京一極集中を裏返すようなですね、東京一極集中というのは、まずこの地方の中の地方から盛岡や矢巾に人が出てきて、でそれがまた東京に行ってしまうというのが東京一極集中なんですけれども、それを逆転するような、裏返すような人口減少対策を岩手では取っていくということであります。そのようなことも今回の私のマニフェストプラス39の政策の中にしっかり書かれておりますので、よろしくお願いしたいと思います。全国最高水準の子ども子育て支援と交流人口の拡大でしっかり人口減少に歯止めをかけていく、住民票の人口が減っても交流人口で訪れる人が増えれば、経済社会活動はもう盛んになるわけでありまして、泉房穂さんも今交流人口でここにいらっしゃるわけでありますが、かなりこの社会活動が今盛んになっているのではないでしょうか。経済活動も盛んになると思います。2泊3日この後いらしていただけるということで、この後の私の選挙のこの最終盤のこの構成、爆発力で一気に支持を拡大していく、これからのこの4日間を泉房穂さんに作っていただきます。そういうことがこの交流人口の拡大で可能になりますので、私たちの希望郷岩手、その先へ内を守り外に打って出る、そういう新しい岩手の未来を作っていくことができるよう、そのためには戸塚美穂さんのように志ともにする県議会議員の当選も必要であります。戸塚美穂さん県議には戸塚美穂、そして知事には勝戸拓也と当選することができるよう、皆様よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。岩手県知事には勝戸拓也と皆様押し上げていただきますよう、よろしくよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。皆様の一人一人のお力が集まって大きな力になります。ぜひその大きな力で勝戸拓也を岩手県知事と押し上げていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。泉様どうもありがとうございました。それでは次の優先先でまた力強いご支援よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。